はい、こんばんは、つぐきです。今回はうんこを食べようかなと思ってるんですよ。はい、まあこの間はですね、おしっこを飲んでみたとかやったんですけど、まあ今度はうんこ食べようかなと思ってるんですよ。はい、まあ手に今うんこ、僕のうんこしたね、自分でうんこしたやつを持ってるんです。これ自分のうんこです。これが臭いです。うん、臭い、相変わらず臭い。うんこは臭いですね。臭いです。臭いけど食べてみますね。臭いけど、うん、うん、なんか臭いな。臭いもう美味しいとかいうあれではないですね。臭いっていうだけでですね。はい、うん、臭い臭いですよ。もう一つ食べてみますね。臭いけど食べてみますね。臭いって感じですね。うん、はい。あれ？まだありますね。実はですね、これも嘘でーす。ごめんなさいね。またです。これも嘘でーす。ごめんなさいね。嘘を言ってしまってごめんなさいね。申し訳ないですが、すみません。はい。これですね、ローソンで買ってきたやつなんですね。ブロックチョコ、ローストピーナッツを練り込みましたっていうこれなんですね。はい、これを食べたっていうだけで、はい、うん、これ中にピーナッツが入ってて美味しいんですよね。はい、これはうんこではありません。うん、美味しいですね。臭いではないです。すいませんね、ローソンさん、臭いとか言ってしまってすいませんね。なんですけど美味しいです。僕いつもこれ食ってるんでね、いつもってわけじゃないんですけど、たまにかな。しょっちゅう食べてるだけでいいんですけど、これ好きなんですよね。これ、はい、ロックチョコ、これ美味しいんですよ。はい、すいませんね。はい。まあね。おしっこの時はね、おしっこ飲んでみたっていうのは、あれはまあ三品茶だったんですけど、実は今度はね、これです。ブロックチョコ、チョコレートでした。はい。ね、すいませんね。はい。まあてなわけで今回はね。まあ、うんこを食べてみたと思ってたら、なんと僕チョコを食べていたっていうことでした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。バイバーイ。